そして明日29日の水曜日の予報なんですが、北海道の北部、留萌地方ですね、暴風雪の予報が発表されております。この2日間、北海道北部は大雪に警戒を強める必要がありそうです。日山地方。 風雪強い。30日は冬型の気圧配置は緩む傾向となるが、北日本から東日本の日本海側を中心に、荒れた天気や湿気となるところがあり、降雪量が多くなるところがある。週間天気予報の解説資料の説明が記されている。降雪速報。降雪速報の時間がやった。 てま参りました。2023年11月の28日火曜日朝5時35分08秒現在の今後の降雪及び寒気の南下に関する最新情報を速報でお伝えします。最初にご覧いただきたいのは気象庁の週間天気予報になります。本日5時に発表 発表されたばかりの最新情報となりますその中でも特にご注意をいただきたいのはですねタイトルにも書きましたように本日二十八日の火曜日ですね今日と明日のこの二日間北海道北部まず宗谷地方風雪強いの予報湧かないですね留萌地方風雪強いの予報が発表されております、えー、白色でプロットされた降雪のエリア北海道 北海道は日本海側、そして青森県、秋田県は内陸部、岩手県も内陸部がですね、えー、降雪の予報が発表されておりまして、秋田県の内陸、雨後雪、岩手県の内陸、雨後雪、青森県、えー、三八上北、雨後雪、青森県の津軽、雨後雪となっております。そして明日29日の水曜日の予報なんですが、 北海道の北部、ルモイ地方ですね、暴風雪の予報が発表されております。この2日間、北海道北部は大雪に警戒を強める必要がありそうです。白色でプロットされた降雪の予報が発表されているエリア、今日とほとんど変わらず、明日29日の水曜日、えー、北海道はオホーツク海側と日本海側、 そして、東北地方、青森県、秋田県、えー、岩手県の内陸、山形県の北部ですね。山形県の最上が、雪か雨。岩田県の内陸、雪、時々やむ。秋田県の内陸、雪。秋田県の沿岸、雪か雨。青森県三八上北、雪、時々やむ。青森県津軽、雪。北海道の小島地方、曇り時々雪。檜山地方、風雪強い。尻べ地方、雪。石狩地方、 雪、時々やむ。空ち地,地方。雪、上川地方。雪、門別地方。曇り、時々雪。そして、えー、ルモイ地方を先ほどお伝えしましたように、暴風雪。宗谷地方。曇り、時々雪の予報が発表されておりまして、えー、青色でプロットされているエリアは雨を表しているんですが、福島県の合図はですね、雨か雪となっております。 えー、さらに、新潟県の下越、こちらは雨の予報ですね。雪の予報は、新潟県は発表されておりません。30日の木曜日、えー、北海道地方の日本海側あ、東北地方、さらにはですね、関東地方、群馬県の北部、みなかみが曇り一時、雪か雨。中央高知、長野県の北部。 曇り一時雪か雨。岐阜県の北部、平地方ですね。高山、曇り一時雪か雨の予報が発表されております。1日の金曜日、30日と、降雪のエリア、ほとんど変わらずですが、新潟県がですね、えー、白色でプロットされた、降雪のエリアとなっております。北海道地方、東北地方、北陸地方、日本海側を中心に、降雪の予報が発表されております。 新潟、曇り時々雪か雨の予報が発表されております。2日の土曜日、日本海側を中心に北海道、東北地方、本州の内陸、岐阜県北部、長野県北部、群馬県北部、えー、福島県の西部、降雪の予報が発表されております。新潟、青色でプロットされておりますが、曇り一時雨か雪の予報が発表されております。3日の日曜日、えー、北海道の日本海側、青森県の日本海側、 そして岐阜県の北部で降雪の予報。4日の月曜日、雨の降る地域がですね、秋田県と青森県となっておりますが、曇り一時雨か雪が青森。秋田、曇り一時雨となっております。これがですね、気象庁の週間天気予報となっておりますが、やはり北日本を中心にですね、えー、特に日本海側、えー、降雪の予報が、あ広範囲に 予報されております気象庁、週間天気予報の解説資料、昨日11月27日の午前10時発表の最新情報によりますと、30日から12月の3日にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続くが、次第に緩む、3日は気圧の谷が北日本付近を通過するとあります。 えー、そして12月4日は高気圧が日本の南を東へ移動し気圧の谷が日本海へ伸びるということで、えー、防災事項ですね30日は冬型の気圧配置は緩む傾向となるが 北日本から東日本の日本海側を中心に荒れた天気や四季となるところがあり、降雪量が多くなるところがある。週間天気予報の解説資料の説明が記されております。ですから、北日本のですね、日本海側は特にですね、降雪量の増加に注意が必要であるということになります。週間環気予想を見てまいりましょう。 徐々に徐々にですね、えー、この寒気のなんかあこの画面向かって左側はあ上空1500メートル付近、マイナス6度の寒気がですね、青色でプロットされたエリアになるんですが、えー、こちらがですね、平地でも雪となる目安とされる上空の寒気であるということになります。 で11月の30日頃ですね、から12月1日にかけて、このマイナス6度の寒気のエリア、中国ち中国地方からですね、九州地方の北部にまで幅広いエリアで寒気の何かが予想されております。えそして12月1日の夜9時の予報になりますが。 えー、上空5000メートル付近、えー、マイナス30度の寒気が北海道と東北地方の北部、青森県のあたりですね、えー。さらにマイナス24度の寒気に至ってはですね、えー、北海道、東北、北陸、関東地方北部、えー、さらには近畿地方北部、中国地方の山陰地方に至るまで、広範囲にわたって、えー、日本列島へ流れ込む予想となっております。 えー、このです、ね、寒気、上空5500メートル付近でマイナス36度の寒気はです、ね、大雪となる目安とされていますがそれに準ずる寒気が広範囲にわたって南下をしてくる12月1日、えー、非常に警戒をすべきこの12月の 12月に入ってから注意が必要となります12月2日朝9時の予報になりますがマイナス24度の寒気がですね、えー、日本列島の大部分をすっぽりと包み込む予想となっております、えー、本州はほとんどのエリアに南下をしてきまして で広範囲にマイナス24度上空5000メートル付近の寒気がですね流れ込んできますのでやはりこの時降雪量の増加あ、特に大雪に警戒が必要となるこの寒気の南下にはですね 今後の最新情報をこまめにチェックをし続けていただければと思います。12月3日頃までこの寒気、マイナス24度上空5000メートル付近の寒気が居座り続けるんですが、この後ですね、徐々に徐々にこの寒気は北上していく週間寒気予想となっております。ヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースします。 ヨーロピアンセンターフォーミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードによります天気予報の移り変わり、えー、降雪予想をご覧いただきたいと思います、えー、続きましてアメリカ海洋大気庁 NOAA が提供するアメリカ国立環境予測センター NCEP 全球数値予報システムの大気循環の気象モデルグローバルフォーキャストシステム GFS モードによります天気予報の移り変わり、えー、降雪予想をご覧いただきたいと思います、えー、続きましてドイツ気象局ドイッチャウェターディンツの気象モデルをベースしますアイコンモードでもご覧いただきましょう 週間天気予報降雪予想の移り変わり、えー、黄緑色はですね雪まじりの雨を表しております。積雪の深さですね。えー、気象庁今後の雪の積雪の深さ、本日二十八日のですね、えー、午前十一時までの積雪の深さの予想を含みます。でこの北 北海道のですね、えー、特に日本海側の北部、えー、この青色でプロットされたエリアさらにこの黄色でプロットされたエリアがですね、えー、50ミリからああ失礼しました50センチから100センチですから 1>, あ1メートルの積雪の深さが予想されているエリア、やはりこの北海道の留萌地方ということになります、えー。今後の最新情報ですね、十分に注意深く、こまめにチェックをし続けていただければと思います。えー、私,か私からは以上となります。